どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいや餌付きは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが。ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。だが正常とは言っても人間が何とか生きていける程度の温度だ。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリーロ6にある性格を見つけ出し、世紀に対する妨げを取り除く。そうだな、分かった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。分かった。お前は先に。どう、タンコウと話してきた？本当？なんか信じられないな。緊張しないで、うちとタンコウは開拓のベテランなんだよ。うちらと一緒にいれば必ずお肉が食べられる。あの星で肉を見つけられることが前提だけどね。じゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？俺の顔に何かついてるのか？ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配されるとは。ヤリーロ6開拓招待、これより出発。